どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、キャッシュレス消費者還元の第2弾作のマイナポイント 25% キャッシュバックっていうのがね、このマイナポイントっていうのをねで行われる、まあこちらマイナンバーをね利用した、まあ、キャッシュレス消費者還元の第2弾の、還元策なんですけども、こちらで、前回ね動画で紹介させていただいた、マイナンバーの発行方法、まあ紹介させていただきましたけども、次にですねマイナンバーを発行して次にねマイナポイントの予約っていうのをねしなきゃいけないんですよね。まあ、今回の、この動画ではこのマイナポイントの予約方法をね、解説させていただこうかなと思うんですけども、予約までね解説したいところなんですけども、残念ながらね今できるのはマイナポイントの予約の、1段階前の、マイキー ID 発行までね今現時点でできます。でこのマイナポイントの予約自体はですね7月にならないとできませんので、ひとまず今回の動画ではこのマイキー ID 発行までね今さっきやったので、まあこちらね動画見ながら、解説ねあのやってる動画とかもね見ながら、解説ね、やっていきたいと思います。で先に言っときますけども、今回のこの設定なんですけどもすごい簡単です。ですのでそんなにね気負いせずにね、ひとまずこのマイナンバーカードと、対象のスマートフォンがねあればね利用することができますんで、ぜひねこの2つをね手元に持ってこの動画ね見ていただけたらなと思います。まず Google でねマイナポイントっていうのを調べていただくと、このマイナンバーのねキャッシュレス消費者還元第2弾のねキャンペーンページにね飛びますんで、こちらね見ていただければなと思います。まずですね、真ん中の方にですね手順は簡単3ステップ目っていうことで、前回の動画で、マイナンバーカードのね取得、解説させていただきましたけども、今回はこのマイナポイントの予約っていうところからね入っていきます。そうするとですね、マイナポイントの予約方法みたいな感じで、ページが流れていくんですけども、一つ、スマートフォンのアプリがここでね必要になってきます。 Android の方、まあ、iPhone の方ねいらっしゃると思うんですけども、マイナポイントっていうねアプリ、検索していただいてインストールしてください。で一応ねこれねパソコンからもね一応できるんですけども、 IC カードリーダーがね、まあ、必要っていう風になってるそうなんで、まあ、できればねスマートフォンの方ね簡単かなと思います。で、まずねダウンロードしていただいたアプリ開いていただくと、マイナポイント予約、プラットフォームっていう風な画面になってると思います。でその下にですね、マイナポイントを予約される方っていう感じで画面があると思うんですけども、そちらをねクリックしてください。そうすると、マイナポイントの予約っていう画面が出ますよね。そうすると、次に進むを押してください。そうするとですね、スマートフォンにねマイナンバーをね、読み取ってくださいっていう画面になりますんで、そちらでねマイナンバーを、読み込んでください。で、あのね、画面が出てますんで、まあ、わからないってことはないと思うんですけども、まあ、上にね、載せる感じで、読み取り開始を押してください。で、読み取り開始を押したらですね、パスワード入力っていう画面になりますんで、パスワードね、入力してください。こちらは、マイナンバーをね、発行した際の4桁のね、数字っていう風になっております。で、入れたらですね、スキャンの準備ができましたってことで、セットしてくださいっていう風に出ますんで、しばらくね、そのまま、放置してください。実際にやった感じだとね、本当に、4、5秒、本当に3、4秒ぐらいで、ね、読み取ることができて、この動画作りにあたってですね、結構YouTube とかね、ブログとか結構見たんですけども、以前はね、すごいね、遅かったみたいなんですよね、この読み取りみたいなのが、時間かかるみたいなの話あったんですけども、今現時点はね、全然そんなことなくて、すぐね、読み取り、完了することができます。で、読み取りを完了したらね、次へに進んでもらって、そうするとですね、マイキー ID 発行の画面が出ますよね。で、こちら発行を押してください。そうすると発行してもよろしいですかっていう画面が出ますんで、それを OK していただくと、ご自身のね、ID が表示されます。で、こちらね、スクリーンショットね、撮りますかっていう画面が出ますんで、まあ、こちらね、撮っていただいて、撮っていただかなくても、このね、マイキー ID っていうのは後からね、変更することもできますし、このマイキー ID 自体がですね、これないと、ログインできないかっていうと、
そういうわけでもないんですよね。マイナポイントの予約にね必要になってくるんですけども、こちらねマイナンバーがあれば正直後からねまたログインすることができますんで、まあ一応ね心配な方はね一応スクリーンショットとかね撮っといていただいて、まあ確認できるようにねしといていただけたらなと思うんですけども、まあ正直ねパスワードもね変更できちゃうわけなんですよ、このマイナンバーがあると。ですんでね、まあそこまでね気にしなくていいかなっていう感じですね。次にですね、マイナポイントの予約済みの方っていうところから、利用者ページ、利用者マイページにね、行くようにしてください。そうするとね、ここでマイキー ID と、パスワードっていう風になっておりますけども、下にね、マイナンバーカードでログインっていうのがあるんですよね。ですんで、まあこちらね、どっちでもね、ログインすることができますんで、まあこのマイキー ID とパスワードはですね、一応覚えておいた方がいいと思うんですけども、マイナンバーカードがあればね、まあ問題ないかなっていう感じですね。で、完了するとですね、マイナポイントを活用した、消費活性化策っていう感じで、ページが移ります。で、こちらね、まあ、詳細が載っていて、2万円分の、利用で5000ポイント、25% 還元が受けられますっていう感じの、ことがね、書いてある画面に飛びます。じゃあね、左上の、メニューからですね、自分のマイキー ID、プラス、パスワード、メール設定のとかね、まあそういうのもね全部ここでできますし、こちらのマイキー ID もね変更できみれば、パスワードの変更もねこの画面からすることができます。いかがだったでしょうか。今回はですねマイナポイントね獲得への道第2弾をね、紹介させていただきましたけども、まあすごいね簡単だったと思うんですよね。まあ私も実際にやって本当に5分かからずしてね、完了しましたんで、こちらね7月から実際に始まるっていう風になっておりますんで、マイナンバーカードさえね手元にあればこちらまでの作業はすぐできるっていう風になりますんで、ひとまずねマイナンバーカードをね持ってない方はマイナンバーカードねできるだけ早めにね発行しておくことをお勧めします。ちょっとね特別給付金っていうのがね今あるじゃないですか。まあそれも相まって多分ねこのマイナンバーカードの発行も絶対時間かかってると思いますし、今現時点も発行申請されてる方もかなり多いと思いますんで、この点はですね皆さんちょっと注意していただいて、早めにねマイナンバーカードだけはね発行して準備ねしておくようにしてください。一応ね7月から、始まるサービスになっておりまして、1人ね5000円分、ポイントもらえますんで、で今出てる情報だとね ANA マイル、JAL マイル等々でねポイント交換もできそうなので、ぜひね事前準備だけはね、しとくようにしてください。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただければとても嬉しいです。次回はですね、最後ね、予約完了ね、で、実際にね、ANA マイル、JAL マイルにね、利用できるかどうかっていうところをね、解説やっていきたいと思います。今現時点に出てる情報だと、ポイント交換等々はね、できそうなんですけども、まあ、実際にこれね、始まってみないとわかんない部分がね、結構ありますんで、まあ、そちらをね、解説やっていきたいと思いますんで、楽しみにしていただけたらなと思います。まあ今はね、5月なんで、始まるの7月なんで、次の動画出るのはさすがに7月入ってからっていう風になると思います。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。